はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ガチャポンアルティメットルミナスウルトラマン01です。よっと、ついに手に入れました。いや、これ9月に発売しててめちゃくちゃ欲しかったんですけど、売り切れてて全然売ってなくて、いつも行かないガチャポンステーションに行ったらほぼ満杯になってて、回しまくったんですけど、どういうものかというと、1回500円で、コンセプトとしてはウルトラマンが光るリアルプロポーション&ハイディティール&光、10年前に発売されたアルティメットソリッドと言われるハイクオリティフィギュアに発光ギミックを搭載してパワーアップして帰ってきたと。ラインナップは1番ウルトラマンのカッコ B タイプ、2番ティガー、3番ダンチプラスルミナスユニット。要は3番を出すと発光ユニットが付属しますから、団地の明かりとして使うか、ウルトラマンに搭載して目とカラータイマーを発光させるような感じ。1回500円ですから、最近のガシャポンとしてもやや高めなんですけど、マンションは何個ダブってもジオラマとして使えますよみたいな、そういう触れ込みですから、とりあえず全3種類が揃うまで回そうと思って回した結果、こんな回数になりました。そんなわけでカプセルの色が分かりやすくて、団地3番が 1,2,3,4,5,6 個で、ティガーが2個で、マンが1、コンプに合計9回かかりましたから4500円を使いました。では全部一気にレビューしましょう。では最後までなかなか出なかったウルトラマンから開けましょう。しかも B タイプですから、またアーツの C タイプとは差別化がされてますね。おー、シワ感すごっ。ちょっと口の小さめな感じや、ちょい釣り目の目は、おー、再現されてますね。 C タイプと比べるとかなり差があります。おー、すご。黒目の点も目立ってますね。さらに、なんじゃこりゃ。なんじゃこの高クオリティフィギュア。差し込んでいくと、全長サイズそういえば、何センチなんだろう。12センチぐらいはありそう。あ、大きい大きい。僕が予想してたより、2センチぐらい大きいかも。というか、こりゃ売り切れるわけですよ。めっちゃかっこいいっすもん。足首を取り付ければ、はい、これで完成ですね。すごすご、何これ。14センチサイズのものと比べても、背筋を曲げてることを考えたら定番装備と全長変わんないかもしれませんね。これはいろんなアイテムと組み合わせて遊べそう。すごで、もう一個が、あ、自立しないのかな？一応この岩場的な台座もついております。ティガー2体ダブりましたけど全然 OK ですね。あ、こっちも色全体的にグレー。あのシルバーのボディ部分がグレー目になってて、光ることを考えて暗闇映えするような色味を意識してるんですかね。ではこっちも、うわー、最高。これ最高。そのまま飾って置いておけるし。はい、これでウルトラマンティガーのマルチタイプが完成。そして、こちらも自立しませんから、この台座を使うような感じです。では、このダブりまくった3番も確認しましょう。中には、銀ピカシールと、これが、あ、団地意外と小さいのね。そんなに大きなものが入ってなくって、あ、でも、造形は、うわ！うわ、造形すご！うわ！え？めっちゃいいじゃないですか。クリアパーツあるし。で、ここに、LED ユニットはこれだ。この小さいやつ。電池も入ってて、これが光ると。こういうちょっと暖色系に発光するんですね。へぇー。ここにブスッと差し込むことで完成すると。はははははは。はい、全部開けるとこうで、カプセルのカラー通り、ティガー、ティガー、マンに、団地が6つ。
まず団地をぐるりと見回すとこうなってて、横も前もちゃんと空洞があって中がクリアパーツになってますし、上側下側でここのパーツとここを使うことでスタッキング重ねることができます。軽くロックされる感じですから、逆さにすると簡単に取れちゃいますね。なんですけど、高層ビルっぽく見た目を変えられるのはいいですね。1個あたり高さは約 3.5 センチです。横の部分に爪があって、ここを引っ掛けるとこのようにパーツが分かれますから、側と中のクリアパーツと LED ユニットとベース、合計4つのパーツに分かれます。そして LED はここにはめ込むことができて、ここに電源がありますから、横にずらすと常時電源オン。カチッとパーツがずれますね。横にさらにずらすと電源オフ。電池交換もできますからずっと使えますね。意外とマスコレとかに、おー、使える。すごい違和感なし。この出っ張り側が後ろで、クリアパーツの柄の方を前にして、上から側をはめれば、はい、柔らかく光って生活感がありますね。どこから見てもちゃんと発光しております。これが非発光バージョンと発光バージョン。うん、いい。そして、ここに光が漏れてますが、この対策用に銀ピカシールが付属してて、クリアパーツの上の部分にペタッと貼ることで、上の方の光の漏れ方が違うのと、反射はしてませんが、多分上に光が漏れてない分、シールがあることで光が均等に行き渡ってますね。シールありの方が圧倒的に明るい。現行の定番装備と割と相性が良くて、下からアングルを取れば圧倒的ジオラマ感が出せますね。ゼットンに他にベムラーとかでも OK ですし、街を進行してる感が出ます。他にもサンダーブレスターを使えばお得意の暴走っぷりを表現することもできます。確かにこうやって使ってみると複数あっても外れ感はありませんね。ちなみに発光状態にするとこうで、むちゃくちゃかっこいいっすね。超雰囲気出る。夜バージョンはこんな感じ。まだウルトラマンを紹介してないんですけど、団地だけでかなり遊べますね。そしてウルトラマンティガのマルチタイプ。おー、やっぱり超かっこいいんですけど、全体をぐるっと見回すとこうなってて、横側正面後ろから見るとこうで、上側でさらに下側、塗装はぶきはほぼなくって、プロテクター周辺の色分けもなかなか細かいですし、目とカラータイマーはクリアパーツで表現されております。プロポーションとかポージングはほんと完璧で、サイズ的にも HDM 壮絶と比べても今回の方がより大きくって、ボディの肉付きもいいんですよね。そう思うと500円がリーズナブルに感じますし、レア相当ってことを加味してもものすごくいいものが入ってますね。ただボディカラーは若干暗めで、多分ライトアップ映えさせるためにこういうカラーになってるんだと思います。上半身を近づいてみるとこうですね。ウルトラアクトのティガーと比べると色の違いがよくわかりますし、顔もややシャープめですかね。ポーズ固定だからこそシワの入り方とかほんとすごいです。そしてここに分割線があって、パーツを押すとこのように外れますから、ここに先ほどの団地の LED ユニット丸のネジが奥側に来るようにはめ込み、そうすると、ここにクリアパーツがあって、ここを伝って、おー、目とカラータイマーが光ると。はー、すごい、これどうなってんの、内部構造は。クリアパーツがあるだけですよね。これでこんなに集光するんだ。ない状態、ある状態。おー、この感じ。暗い状態から明るくなると。ほはすごすぎ。これで最低1000円かかりますけど、全然問題ないですね。はい、これで OK、しっかりと閉まります。体の部分は発光漏れなんかもなくって、
なかなかの機密性ですね。で、前を向くと、はい、かっこいい。これ光った方が圧倒的にいい。はい、団地と組み合わせるとこうで、巨大な感じが出ますから、圧倒的な安心感。これは団地ダブってよかったですね。本当はメルバかゴルザかどちらかと組み合わせたかったんですが、見当たらなかったので、グドン。定番装備とのスケール感もバッチリです。手前の建物とかがボケると、かなり市街地戦っぽさが出ますね。他にも、ティーガーの立ち位置とかを変えて、後ろ姿にして、奥にガタの像を置けば、全然本編の再現ではありませんが、対決シーンっぽいこともできます。市街地でガタの像とかやばいですね。そして最後はウルトラマンの B タイプ、全身をぐるっと見回すとこで、スペシウム光線状態でシワ感なんかもありますし、 B タイプですから若干口が小さくて目が釣り目気味で、少し横がシャープ、顔のこれもポーズが非常に綺麗に決まって HDM 壮絶と比べてもやはりちょいと大きめ。背面から見ても色はぶきがありませんね。上側、下側。そしてこれもここに分割線がありますから、押せば LED ユニットを入れることができます。アーツの C タイプ顔と比べると、いわゆるウルトラマンって言うとこの顔ですから、見比べると細部に細かい違いがあって、イケメン度は C タイプの方が高いですけど、今回あえての B タイプが非常にいいと思います。では LED ユニットをはめましょう。電源オンして、内部パーツはこことここにクリアパーツが2つなので、ここで就航ギミックがこうからこう、こうからこうですね。このようにカチッとはまりますから、パーツを後ろからセットすれば、はい、こっちもほとんど光漏れがなくて、綺麗にカラータイマーと目の部分が発光しております。いい！超かっこいいんですけど。はい、これも団地パーツからの下のアングルでかなりの巨大感が出ますし、ティガと組み合わせればものすごく安心感があります。なんか劇場版のウルトラマン X みたい。部屋を暗くするとこうで、こうなると元々の暗めのボディカラーがより雰囲気が出ますね。さらにゼットンと組み合わせるとこうで、アルティメットルミナスを使ってジオラマ画像をアップしてる人も多いですけど、こんなにかっこよくアングルが撮れるんだったら、これは写真が撮りたくなるわけですね。最後は全発光状態です。はい、ということでガシャポンアルティメットルミナスウルトラマン01を紹介しました。最高でした。この商品最高でした。いや、これはね、売り切れるわけですよ。まあ、元々前評判もすごく良くって、特撮部のツイッターでも相当推してましたから、出来はいいんだろうなと思ってたんですけど、実際触ったらほんとびっくりしましたね。このジオラマ感というか、下からのアングルの巨大感、さすが光の巨人。やっぱりこういう風に撮れるのはウルトラマンの強みでもありますし、ポーズもほんと元から完璧に決まってて、団地が6つ被って若干へこみ気味だったんですが、もう足りない。もう2、3個欲しい団地が。なので、12月に第2弾が来ますから、次はダイナとセブンと団地が来ますから、それも売り切れないうちに、なるべく早く見つけて、回したいと思います。間違いなくコンプする必要がありますね。以上、ガシャポンアルティメットルミナスウルトラマン01の紹介でした。